ここ天正10年合戦場備中高松城への時間疎行の完了を確認しました。時間疎行軍による歴史改変の結果生じる義士の演算を開始します。成功。映像を投影します。これは黒田殿、堤防が退避を救済。時の政府より命令です。時間疎行軍による歴史改変を食い止め、この義士を阻めとのことです。待て、強襲調査とは何だ。それにまあいい、久々の出陣だ。この戦いで俺の実力を示すまで。おい、義士が検出されました。ここは備中高松城の戦いの真っ只中です。時間疎行軍は高松城主側についた模様。時間疎行軍に襲撃を受けている羽柴秀吉らを助け援護してください。通常の出陣通り歴史を守ればいいのか。敵を切るだけなら単純だね。強襲調査なんて大行な名前にしてはたやすすぎる。説明はおいおいいたします。まずは皆様の働きを見せてください。あくまで腕試しってことかな。俺はなぜ俺なんかが先陣を。第一、写しの俺が隊長など。いい加減にしろ偽物君。隊長に選ばれるのは今回だけではないだろう。以前もお前が選ばれていた。この俺ではなく偽物のお前が。何度も言わせないでくれるかな。写しは偽物とは違う。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。羽柴秀吉がここで死ねば歴史は変わる。時間疎行軍の企みを阻止しなければ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。さて調査完了かな。羽柴秀吉の救出を確認。騎乗してください。修復が進みました。
お疲れ様でした。守備は上々でしたね。本陣を守っただけで合戦場を離れていいのか。当然歴史の修復はまだできていません。ですが闇雲に動かず一つずつ対処しましょう。全ては指示通り進めてくれということかな。随分慎重なんだな。だが。この通り体調ははっきりしない。だから勝手に言わせてもらうが、俺たちの本丸の状況は芳しくない。政府の支援がなければ永劫に漂流状態だ。この働きで俺の処遇だけでも考え直してほしいかな。是が非でも成功させると政府に伝えてくれ。お前は皆漂い続けることがいいとは思っていない。俺たちが今結果を出すしかないのも分かっている。そうだな。でどうする。今後指示は主からのものだと思って進める。命令のままに。これでいいだろう。はい、結構です。引き続きよろしくお願いします。その心意気で頼むよ。三日月たちにもよく伝えておいてくれ。隊長としてね。わかった。正義の言う通りだな。心して望んでもらいたいもんだ。確かに主がいない僕たちがこの本丸を守るにはどんな命令だろうがやるしかないだろうね。報告受けたまわったぞ。引き続きよろしく頼む。驚いたか。いやいや、すまんすまん。あんまりにも悲壮な顔してるもんだからさ、ついな。久々の戦い、結構じゃないか。なんな。どいつもこいつも、やはり俺には